さんこんにちは。日本クラブの三岡弘です。日本アーティストクラブも今日はですね、阿部律子さん、りっちゃんが来てくれました。はい、皆様、今年38を迎えてしまいました、阿部律子です。38でした。そうよ。そうですか。知らなかったの？知ってました。まあ40年ほど前からこういうね、はい、挨拶をしていますけれども、お久しぶりです。すいません、お久しぶりです。出会って長いです。長いお付き合いになりましたね、はい、あのね、名前をね変えました。はい、字数をですね、はい、でも阿部は同じで、はい、律子がこう戻したり、はい、またあれして、はい、それで誤解なんですけど、ね、ありましたね、はい、里にあの草冠の、そう、あれが一番長かったですよ、ね、37年間今それですよね。今違います。違います、うん、今は王辺の理科の理に大津の津、はい、子供の子、こっちの方ですね、はい、これも皆さん覚えてください。今年50周年です。はい、びっくりです。自分でびっくりした。すごいですよね、50年。本当にね、ありがたいですね。50年で38歳ですか。そうなんですよ。でも私あ、すいません。はい、です。まあ、あの50周年を迎えて、はい、ところが今年は8月1日で50周年ですけども、なんと令和2年になって、そのコロナ、はい、大変でしたね。そうですね、まあ私たちだけではないですよね、はい、いろんな方たちが大変な思いして、はい、特に医療関係のね、そうですね、ですけれどもね、はい、まあ、本当にそういうお話をすると暗くなってしまいますから、はい、せめてこういったね、はい、番組では楽しいお話をしたいなとは思ってるんですけれども、はい、ね、りっちゃんはステージがまた、はい、トークもですね楽しいですしね、同じことばっかり言ってるんですけどね、はい、大してか、お、なんか誰かのおなら。でかいね、今のおなら。いや、めちゃ受けました今。あの、失礼いたしました。大きなおならが鳴ったところでですね、はいはいはい、まあ、あの本当に50周年迎えて、はい、やはりいろんなこの思いが、熱い思いがあると思うんですけど、うん、まあ、あのまさかね、50周年が来ると思っていなかったんですが、はいはい、本当にね、本当によく頑張ってきたなって思います。そうですね、いつか知らないとこで愛の絆、私も大好きな作品で、ありがとうございます。新人賞、新人賞ですよ。一生に一度の賞をいただきました。すごいです。はい、スター、錦野明、はい、翔猿、はい、野村雅樹君、はい、はあ、やめて、遠見まりちゃん、はい、走れ走れ走れ、孝太郎か、はい、ソルティシュガー、はい、どこの、でこう、いただきましたね。もうなんか今聞いただけで鳥肌立ってきました。もう名曲ばっかりですよね。本当ですね、はい、であのちょっぴりまた自慢話になっちゃうかもしれないですけど、はい、皆さん個々に頑張っていらっしゃるけれども、はい、あのコンスタントに曲を出してるのは阿部律子だけかななんて自負しておりますけれども、はい、ましてデュエットがもうデュエットの女王と呼ばれてますので、皆さん、うん、最初はね、はい、自分で言ってたんです、はい、自分で言ってた、はい、デュエットの女王は阿部律子です、はい、でそのうちに何曲か出すうちにね、はい、りっちゃんはデュエットの女王だもんねって言っていただけるんですよね。最高ですね。りっちゃんの数あるドラマの作品を出されてますけど、はい、やはりその愛の絆とか、うん、今夜は離さない、はい、これはもう当然のことながら大ヒットですから、皆さんもご存知だと思うんですけども、ありがとうございます。それ以外に何かこう、いや、もう50年まあ経ちましたので、はい、10年目を迎えたのか、はい、でもいろんなあの作品を歌わせていただいてますけれども、はい、やっぱり2017年に定築レコードに移籍をして、私も初めての経験だけど、そうですよね、3曲を出しました、はい、でソロの、はい、恋人気分で、恋人気分で、はい、
これはもう本当にあのりっちゃんに久々会ってる曲だねって言っていただいてるんですけれども、私も好きです。ありがとうございます、はい、それでデュエット曲の17曲目なんですけれど、はい、上から読んでも下から読んでも竹受けたという、竹受けた、はい、竹受けた、竹受けた、はい、なるほど。それでその曲が、あの生まれ故郷の北海道札幌に、はい、1丁目から10丁目まであるんですよ、はい、それであのちっちゃい時に電車であのおばあちゃんとか、はい、お母ちゃんと買い物に行ったりなんかして必ずたぬき工事を通って帰るんですね。で11丁目まであるんですけれども、はい、私のうちね13丁目なんですよ、はい、北海道札幌市南2条西13丁目本通り西向きというのがうちの住所でございまして。そうですか、はい、じゃあたぬき工事を通るんですね。もう通って帰ってくるんですよ。電車で行って、はい、帰りは必ず。そして二八そばっていうのがあって、はい、それがまたねかけそばですけれども、今もあるんですか。いや、もうない。残念ながらあら、食べてみたかった。それはそれであのお姉さんたちが、ちょっとご年配のお姉さんたちが、はい、あの屋台でつぶがいとか、はい、うん、情緒ありますね。それではすぐね、はい、お家に帰って、はい、私ね帰りたがらない子だったんです。なんかなかなか夜寝ない子だった酔いっぱりででも、まあ、とにかくそういうふうにいつもこう帰るとなんか興奮しちゃって眠れなかったので、ね、ありますね、その時ね、うん、楽しかったなっていう感じで、まあ、恋人気分でと、そしたらあ、そうたぬき工事の夜は工事の夜は更けて、たぬき工事の夜は更けて、これ一つの CD に入ってるんです。そうですよ。ですよね、うん、それでもう一曲あるんです、はい、たぬき工事は17曲目の、はい、あのデート曲ですけど、はい、ギネスに挑戦で頑張るんですけれども、はい、もう一曲あるんです。これはガラッと雰囲気が違って、はい、感じるままに私を抱いて、ドクロ、すっごいなかなかね、ノリのいい歌で知っても聞いてますから、うん、あれはノリがいいですよ。夜のとっぱりが降りる、街の明かりがきらめいて、ここからは有料でございます。CD で買ってください。まあデュエットね、17作もギネスにどん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 増えていくと思うんですけどね、うん、本当に毎回楽しみにしています。はい、素敵な男性を特会ひっかい、ひっかいじゃない、特会ひっかい頑張っていきたいと思います。どなたか、あの、はい、ごめんなさい、どうぞ、あの、素人の方でもね、はい、あのいいかなとは思います。そうですね、その俳優さんだとかなんとかさんじゃなくても、はい、ただちょっとねお金がかかっちゃうんです。そうですね、素人の方にね、マネー、マネー、まあそれはちょっと横に置いといて、はい、とにかく頑張っていきたいと思います。私もいつかデュエットしたいです、はい、あ、本当？あ、でもほら今どうなんでしょう、レコード会社が違うと、あの私引っ越します。定築に来る？怒られるよ。すいません、別にあのね、それそういう願望だということでね。あ、そうですね、はい、はい、リップサービスしてください。もう長いんで、りっちゃんとついついこう甘えた言葉言いまして、いやでもね、はい、あのリツコ&ヒロシで、はい、なんか出せたらいいですね、うん、ね、うん、皆さんよろしくお願いします。それこそ交互期待、たぬき工事は弱っ、たぬき工事の弱っけで、はい、それから感じるままに私を抱いて、私を抱いて、すごいゾクッとしてます。ゾクッとしてますか、はい、まあ、話戻りますけど、はいはい、それこそコロナで、はい、あの私も休業活動で、もう何ヶ月ぐらい休んでたんですか。5ヶ月も、まあ、それぐらいになりますよね。まあね、だからりっちゃんだけじゃないよって言うんですけれども、はい、やっぱり本当にこの5ヶ月っていうのは重かったですね。何してたんですか、その頃は。いやいや、お母ちゃん4月からあ、はい、全面自宅介護になりましたんで、品のあるお母さんでね、いや今ねこの間ね入れ歯なくしちゃってね入れ歯どっかリツコちゃん行っちゃったとかって探したんですけど、はい、ないんですよ、はい、
後でこんなくちゃおじさんみたいなこんな顔してますけどもね。ありました。いやまだ真剣に探してない人のことだからでもやっぱりあのこう入れ歯がないとね、はい、ちょっとあの年に見えちゃうし、うんうん、91になりましたけど、ね、おしゃれなねお母様で、うん、もうそれこそ随分昔ですけどね、はい、あのメッシュ紫のメッシュ入れられてて ね、ヘアマニキュアでね、はい、私はグリーンにしてたんですけれども、はい、まだその時には若かった、あ今も若いけど、はい、若かったので、はい、あのあまりこう真っ白ではなかったんです、はい、こうライトが当たるとグリーンが綺麗だった、そうですね、なんかそんな思い出があります、はい、まあ、でもその5ヶ月間の中でですね、はい、まあ、介護をされたりしてますけど、ご自分でこう何かこうやられたことあります？いや、私ね、実はね、はい、ご飯作れないんです。それは初耳でしたね。そうでしたか？はい。女の人だったらみんなご飯作れるの？いやいやいや、そんなことないですけど、うん、中にはいるでしょ？りっちゃんはなんか料理得意そうな、そんな風に見えますよ。綺麗だし、いやいや、だからスタイルいいし、そういうことじゃなくて、はい、とりあえずあの唯一できるのは、はい、あのお味噌汁、あお味噌汁、はい、カレーなんです。うわ食べたい。おいしいよ。ちゃんとこねてね、こねて、うん、ちゃんとこねて炒めて、はい、でルーでルーをね、はい、こねて合わせて、うん、それで量がね作りすぎるんですよ。お母さんと2人なの。2人分でいいですよね。ね、それなのに作ったことがあんまりないから、はい、作りすぎちゃう。それで、うん、お母ちゃんこの頃ね、わがままになっちゃいまして、はい、わがままなんて言ったことないよ、お母ちゃんは、はい、この頃はね、はい、あ、リスコちゃん、私ね、これ嫌いだったのって言って、カレーライスせっかく作ったのに食べてくんない？せっかく作ったのにね、私ね、お母さん食べて、うん、林ライスが好きって言われちゃうのね。あらまあ、あれはケチャップ入れるだけなんでしょ。そう、確かね、林もあるでよ。ああ、いいです、うん、そうですか。あれでもひろし君は、はい、僕、うん、料理、うん、男の方の方がうまいじゃん。あのすいません失礼しますそんなことないですけど、うん、僕の得意は、はい、あの山陽のねインスタントラーメン山陽って言いますと、あのメーカー、山陽っていうメーカーのね、うん、札幌一番味噌ラーメンとかね、うん、塩ラーメン、うん、あれを茹でて、うん、でちゃんと茹で方なんです。あ、茹で加減は難しい。難しいです、うん、で一旦こう揚げて、はい、空気にさらしてちょっとこう、うん、ふやかした状態、やわ麺みたいな、うんうん、うまく作るんですよ、インスタントラーメン。どっこいですよね。なんか男の方のお料理ってね、どうして美味しいかっていうと、ありえない調味料をこうふわっと入れたのが、はい、意外とヒットだったりするみたいなんですよね、はい、ちょっと腰を入れた、はい、女の女性でやっぱりほらお料理番組をされている先生方には申し訳ないですけれども、はい、大さじ何杯とかって言うじゃないですか、はい、あれはそんなこうカチッとしなくたっていいんじゃないかなと思うんですよね。そうですよね、目分量じゃないけれども、うん、はい、で味見をしながら作るわけですから、ね、そうですね、まあ、でも、はい、カレーは食べたいな、うんうん、今度作る ね、お願いしますはい、わかりましたまあ、そういう5ヶ月間ね、はい、我々アーティストは、うん、もう仕事がなくて、そうです、ね、まあ、あの番組ご覧のお客さんもね、うん、あの大変だったとは思いますけども、はい、まあ、来年の抱負とか、うん、なんかそういったのは50周年今年ですけど、はい、令和3年に向けて、はい、何か、いや、なんと、はい、今年実現できなかった50周年の記念作を春あたりに出そうと思ってます。それは楽しみですね、うん、レコード会社 の、はい、あのディレクターとか、はい、でも今一生懸命ね、はい、こういった曲がいいんじゃないかな、こういった曲がいいんじゃないかなってやってます。聞きたいですね、今、うん、聞きたいでしょ。聞きたい。タイトルも、タイトルもダメ、ダメ、内緒、内緒、内緒、うん、僕はもうりっちゃんの作品を本当ね、鏡の前でとか思い出枕とか、うん、はい、もう好きな作品がたくさん、アレンジが凝ってるんです。皆さん、そうでしょうかね、はい、もうそう、イントロからがもうドラマですから。そうですよ、はい、本当にね、どっかの
ラマの、ね、主題歌、ね、主題歌になってほしいですね。挿入歌でもいいですね。挿入歌もう鏡の前でという作品があるんですけど、うん、今は中で、はい、あ中ですいません、うん、鏡の中で、うん、いやいいの、最初聴いていただいたのは前でですよね、はい、でその作品がアルバム曲からシングルカットもされてるんですけど、涙出てくるんですね。私はもう聞くたんびに辛いことあった、ただありました、うん、人生時には寄り道この道、この俺毎日迷い道、居酒屋人情です。自分のさりげなく自分の宣伝してすいません、私はゲストです、すいません兄ちゃん許してください、とんでもないです、まあ、長い付き合いだから、はい、許します、ありがとうございます。まあ本当に来年のその新曲、はい、ぜひ皆さんこうご期待です。にえい、はい、よろしくお願いします、はい、頑張ります。はい、ここでですね、はい、阿部律子さん、りっちゃんの、うん、問い合わせ先といいますか、はい、この番組見て阿部りっちゃんに来てほしいなと思われる方、うん、はい、こちらの方まで連絡ください。お寄せください、待ってます。実際ね、やっぱり生でステージを見ていただくのがね、そうですね、一番ですから、はい、ぜひぜひ愛の手を、もうステージのドレス姿からもう本当に何とも言えない声、これはCD では出てこない部分がやはりステージありますので、皆さんご連絡お待ちしてます。お待ちしております。よろしくお願いします。お願いします。あなたの視線がやけどするほど暑いのよ、胸の鼓動が